そしたら今日はですね、イオナですね。イオナを、作っていきます。建造って言った方がかっこいいかな。建造ね。建造。パーツ届いた。すぐ届いた。結局、あれから3日ぐらいに届いてたから、1週間ぐらい届いた感じかな。そう、結局、その、春の作ってたから、ダメだったね。全然スムーズにいかなかったけど。で、あ、これね。最初失敗した時は、もう瞬着でいきなりバチバチ止めてたから、めっちゃパーツずれちゃってたんだよね。今回はね、すごい慎重にやってる。あんまり瞬着ばっかりは使う方がいいね。特にこういうところは。でかいパーツは瞬着いらんねん。小さいパーツだけは、瞬着の方がいいけど、これでっかいパーツは、普通のセメントでゆっくりやった方がいいわ。ちょっとずつ手で押さえながらさ。こういうところもね。そう、これなんで乾板をさ、もう一個買ってきた方の E401 にパーツに置き換えてるかっていうと、ぐちゃぐちゃにしちゃったんだよね。ぐちゃぐちゃにしちゃってさ、これ。これだとわかんないかな。こうかな。ちょっとね、ちょっとボロボロになっちゃったんだよね、ここの部分がさ。まあまあ、しょうがないよね。下手くそだもんね。で、環境の部分もね、前言ったかな、これちょっとこれずれちゃったからね、環境の部分が。だからこれもこっちにもう一個買ってきた方ね、ウォーターラインのやつそのまま使うっていうね。で、余ったパーツで組み合わせて、まあそれでも一応形にはなるからね。こっちはこっちでなんか別の色に塗っていこうかなとか思うんだけど、脱力迷彩かっこいいからね。原作漫画だとなんかこの辺に脱力迷彩入ってたりするから、脱力迷彩って言っていいのかわかんないけど、さ、それっぽいのが入ってるからね、ちょっとやろうかなと思ってる。今これは、あ、一回目塗っとるね。色はね、これファレフォメカカラーのね、ライトブルーかな、読めない、ライトブルー、あ、ライトブルーで合ってんね、ライトブルー。あ、で、これね、結構ガンプラ用に、ガンプラをエアブラシで塗るように作られてんだよね、これ。日本人向けに設計されてんか知らないけどね、結構ね、希釈されてんだよね。いや、で、筆塗りをしようと思うと結構薄いんだよね。めっちゃ薄いやんと思ってさ、その、青色ってただでさえ塗りにくいのに、筆だと塗りにくいのに、わ、筆でやっちまった、みたいな。あ、これそうそう、もう何回も重ね塗りしないから分かったからさ、ドライヤーで乾かして。もう待ってらんないもんね、乾くの。生乾きの状態でさ、半乾きの状態でさ、塗ろうとするともう下の塗膜破壊しちゃうから、結構慎重にいかないかんで、やってる。そう。もともと濃度が高かったら、あんまり薄めずに、で、筆にもあんまりつけずに、ドライブラシってわけでもないけど、あんまりベタベタ塗らずに塗ると、結構綺麗に感じに、塗れるんですけど、これはね、なんか結構ドロドロしていくから、もうトロトローって感じ。サラサラーって感じかな。なんで、もう慎重にやってるね。そう、これね、縦横ってやりたいじゃん。縦横って塗りたいところなんだけど、ねー、すんごい、まあ、かっこいいからいいんだけどね、めちゃめちゃね、その、パネルラインが入ってんだよね、パネルラインが。見えないよね、これね。そう、だ、映像を見てもらった方がいいね。こっちの作業工程の方。手元の方を見てもらった方がいいと思うけど。結構パネルラインが入ってるから、縦横ってやると、パネルラインで引っかかって、結構泡ができるんだよね。
すると筆ムラの元になるからなかなかやりづらいんだけど、でかい筆ほどそれやりづらいよね。だったら細い筆に切り替えばいいじゃんってことなんだけど、まあその縦横縦横の縦横縦横塗りは確かに均等に塗りやすいんだけど、それは広い面だけちょっとやるようにしてる。他はまあ右左右左って感じ。右に塗ってで乾かしてで左に塗るみたいな、それ繰り返してるだけでもまあ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 綺麗に塗れなってくれいいんじゃないかなと思います。ほらほら、だいぶ色乗ってきたんですよね。いい感じ。まあよく見ると結構塗りムラあるんだけど、映像で見る分にはだいぶ綺麗かなと思います。写真とかでも。はい、じゃあ今回こんな感じです。じゃあ次回はですね、ここ上の部分ね、上の部分塗ってきますね。まあ全部今回筆塗り縛りでいこうと思うんで、お見逃しなく。ではでは。